はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。竜斗様、ご支援ありがとうございました。何度もお支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと、思います。11月11日、ポッキーの日です。拉致被害者署名活動を行います。唯一の政府公認の組織であるですね、北朝鮮による拉致被害者、救う会さんの署名を集める活動いたします。メール党員の皆様にお手伝いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。リクエストありましたので、お手紙や物品でのご支援はこちらまでよろしくお願いいたします。170-0005、豊島区南大塚、東京都豊島区南大塚 2-11-10-3階くつざわ領事070-2677-8910です。生鮮食品や、クール瓶みたいなね、飲料などの重量物、すごい重いやつね、はご容赦ください。軽くて腐らないものよろしくお願いします。 NHK 割増金未契約罰金の支払いを求め、都内の3世帯を民事訴訟。誠心誠意お願いしたが聞き入れてもらえず、やむを得ず訴えたと、いうことなんですけれども、世論です。なんでこの3世帯だけ NHK と揉めたから、 NHK はどうやってテレビのあるなしの証明知ったんだ、今すぐテレビ捨てたら裁判継続できなくなるのでは。テレビなんか捨てろ、もう10年ぐらい許すしてるわ。 NHK から国民を守る党は何やってる。あそこないっすね、もうなんかまた名前変わって、また名前変わったみたいですね。どうやってテレビの有無を知ったのか、これはですね、Bキャスカードの邪魔表示を消すためにですね、 NHK に住所氏名を連絡しちゃったか、ケーブルテレビと契約してるか、どっちかです。特にケーブルテレビはですね、なんと NHK が用意した顧客管理システムを使っていて、それがネットで接続されてて情報共有してるんですよ。だからこういうお客さんいるとかいう情報が NHK に筒抜け共有されてる、システム共有してるんでね、オンラインではもう瞬時ですよ。ですんでね、テレビないっていう言い訳ができない、裁判所でもできない、だってケーブルテレビは見てんでしょ、いうことになりますから、今すぐテレビ捨てたら後半維持できんのかな。契約してくださいじゃなくて、生じた割増金を払ってくださいっていうようなので維持できそうですね。私割増金制度被害者探してたんですけど見つかりませんでした今まで。結局は運用してないんじゃないか、脅しに使うだけで満足してるんじゃないかって思い、被害者なしで訴訟準備中でしたが、陰でこそこそ割増金請求してましたね、これね。ほとんどの人がですね、NHK に言われるがまま払っちゃってたんでしょうね。呼びかけたが見つからずっていうのは、私の知名度不足だったようで残念であります。私のやる裁判の内容は詳しくは言えません。そのうち記者会見やって発表するんで、しばらくお待ちください。よろしくお願いします。9月の物価指数は前年同月比 3.6% 上昇。賃金は 1.2% しか上昇してないんで、実質賃金は 2.4% 減少ってなりました。これで実質賃金減少は連続18ヶ月だそうであります。世論です。一方、岸田はセルフ賃上げ。やってたね、30万でね。富裕層は増えたけど、庶民は自利品。企業は景気が2、3年は連続で良くないと末端に還元しない。給料が少し上がっても社保で根こそぎ持っていかれる。2.4% 減少だったら消費税を 3% 下げてよ。なるほど、もっともだ。頭いいな、この人。でも消費税 7% とかなると計算めんどくさくなるかな。4万円還元しますって威張られてもな。それでも野党に投票するぐらいなら死んだ方がマシ。維新が第2党になるね。野党第1党ってなるっていうことかな。大阪万博のグダグダで維新の支持率は5月から右肩下がりだぞ。そうなってんだ、死んでかった。電気ガスガソリンへの補助金はですね、それらの値上げを加速させますね。
でね、電力会社大手8社全部過去最高益とか、石油の元売り各社全部過去最高益とか叩き出してますよね。で、電気ガスガソリンへの値上げっていうのは全ての物価高を加速させていくんだが、分かってないのかな。この連続実質賃金低下はどこまで記録更新するんでしょうね。実質賃金低下が続く限り支持率低下は続くでしょうな。岸田政権はバカだからしゃあないっすな。今の企業経営者はですね、失われて30年しか知らない人ばっかで、バブルが弾けたのは1990年だったかな、33年ぐらい前で、その頃に入社した人は経営者とか部長とか課長になってるんでしょ。デフレしか知らない、デフレ精神が染み付いてて、内部留保金増やすことばっかで、賃上げなんかこれっぽっちも考えてないんじゃないか。2021年度のですね、企業内部保留留保金は過去最高の516兆円に達しておりました。企業が金を貯め込んでる。10年連続で右肩上がりで、右肩上がりだから当然、毎年毎年過去最高ってなりますよね。賃上げする余裕あるがしたくない、しなくても働いてくれるしっていうのが企業の思考じゃないか。もうちょっとね、待遇悪いからもうやめるわって言って転職バン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 するんだったら、企業の方もですね、ちょっと待ってくれ、給料ちびっと上げるから残ってくれって慰留するようになるんじゃなかろうか。労働組合とか作ってですね、賃上げしろなんてやってないで、もう嫌ならすぐ辞めるってした方が効果あるんじゃないのかなって思いますけれども、それでも去年は過去30年で最大の賃上げに成功したが、なんせ物価がね、追いついていかないよね。年に1回の昇給じゃ毎日毎日上がっていく物価についていけないですよね。 JNN 希望する経済対策は1位消費税減税 41%、 2位所得控除の拡大 18%、 3位社会保険料引き下げ 15%、4位所得税減税 10%、 5位現金給付 9%、社会保険料もなんか年間6000円上がっちゃいましたね。少子化対策支援金っていうなんか名前ついちゃって、毎月500円取るんですって。これ1円でも多く取りたいっていう財務省官僚、自分らも取られるようになってもそれでもいいって根性がすげえなって思いますけれども、世論です。財務省聞いてるか。食料品とかは 0% にすべき。自民党の可処分所得減少政策、消費税減税が全てにおいて公平だし効果も高い、岸田は検討すらしてないって断言してたぞ。所得控除拡大は 18% と所得税減税 10% は同じですよね。効果はね、結局は所得税、が減るってことだから、所得減税 28% ってことですかね。なんで JNN がこの2つを分けて考えてるのかがちょっと分かりませんけれども、同じ金額を減税した場合ですね、消費減税の経済効果は所得減税の2倍って言われてます。だが検討もしてないんで支持率低下に歯止めかからずと。来年9月から小泉進次郎総理って、私大胆予想しましたけれども、もう世間と自民党内部がですね、岸田じゃなければ何でも言ってモードに突入したんじゃなかろうか。岸田とのツーショットの写真じゃ落選しちゃう、人気ないこの人ってなってるんじゃなかろうか。子ども家庭庁、妊婦に10万円あげますという事業を始める、世論です。しょっぽ、そして病院費が 10万円アップか。出産費用が10万円値上がりして終了。出産費用を保険適用対象にしろよ。今時庶民は自宅で勝手に産めって時代じゃないだろう。産んで終わりじゃないから意味ないだろう。10万円でじゃあ産みましょうかってなるかよ。そんなことより消費税下げろと。最近出産一時金が50万円値上がりしたんで、結局は出産してくれたら60万円あげますよってことになりましたね。これ外国人ももらえんだよね。日本人よりボコボコ虫、母国での出産ももらえんだよね。規制されてない民主党が作った制度なんですけど、これ、民主党が外国人が母国で出産しても
旦那、父ちゃんが日本にいたら、50万円もらえる、しちゃってですね、民主党のせいですね。なんで民主党って、有権者のほぼ大部分は日本人なのに、外国人のためにばっかりやってんだろう。頭おかしくないですか？民主党。今の立憲。頭おかしくないですか？共産党も、令和も。なんで有権者は日本人、大部分日本人なのに、外国人のためのことばっかりやってんの？お前らは有権者のために働くのが議員じゃないのかって気がするんですけど、まあそんなだから支持率下がってんですよね。今年上半期の出生数は37万人だったそうであります。ですんで今年は74万人、生まれる予想値。去年は76万人だったから、じりじりじりっと減ってるんですね。なので60万円かける74万人で4440億円ですか。結構な額ですね。自宅で勝手に産めって時代じゃない。妊娠は病気とみなされていなくて、国保の対象外ですね。全部実費だけど、出産一時金で、まあ、チャラになるぐらい、トントンになるぐらい。まあ、これは産婦人科救済のためだと思いますけれども、まあ、偉い時代遅れですよね。病院で産むのは贅沢、なんていうのはさ、自宅で産婆さん呼んでね、産むって人、今でもいるんすかね。これ国保の対象にしてやったら、なんで3割負担にしてやったら同じでしょうよ。50万あげんのもさ、したら15万円あげますでよくなっかもしんないじゃん。今日の単身、岸田総理、私が先頭に立ち賃上げを実現していくと言ってしまい、真っ先にセルフ賃上げ30万円したもんなと突っ込まれる。もうダメですね、この人ね。何やっても嫌われるってモードになってますね。茂木幹事長、支持率右肩下がりについて、日本の将来の方向が明確に見えないからと言ってしまい、それ指し示すのがお前らの仕事だろ。だったら見えるようにしろと批判紛失続出。この人、政治家に向いてない。人をイラッとさせる言葉を吐く。何が人をイラッとさせるか分かってない。だからこの人、政治家向いてない。福島県金山町川口保育所の防犯カメラにですね、体長約1メートルぐらいの熊が園庭に糞をする映像と現物が朝残っていた。映像の時間は朝3時ぐらいだって、おや、気が気じゃないですね、これね。やばいですね。オセロは双方が最前提を間違えずに打ち続けると必ず引き分けになることが判明。つまり白黒同数で決着する。高校が有利っていうのは間違いだったみたいであります。へー。兵庫医科大学、サウナの水風呂は男性ホルモンを減少させる。32人にですね、冷水負荷実験、した結果、約 10% 減少したそうであります。じゃあ薄毛治療に効果あっかもしんないな。サウナ入って水風呂入ってって薄毛治療、男性ホルモン減ったら副作用としてはですね、倦怠感、やる気が起きない、続かない、集中できない、イライラする、疲れやすい、急に汗かく、バイアグラが必要となるなどが予想されますけれども、髪の毛のためならそんなことは些細なことですよね。まあこれが嫌だったらサウナに入っても水風呂にドボンって掴んなきゃいいですよね。ゆっくり冷ましてね。明治大学校内喫煙所全廃、学生たち路上喫煙開始、近所から苦情、大学側喫煙所再開。なんか混乱してますね。混乱してるよなーっていう、感じであります。学校の先生とかも、まあ、吸いたい人いるだろうから、喫煙所、なんであれしちゃったんだろうね。撤去しちゃったんだろうね。
まあまあ、吸わない人の方が多いっていうのはわかりますけれどもね。というわけで、11日に署名活動やりますんで、メール党員の皆様、お手伝いにいらしてください。詳細は、メルマガに記載してあります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。